学の噂は本当だったのね。さすがはサラ、不良として尊敬する。何？シュンまで私に小言を言うつもりなの？おっと、お薬教室に忘れちゃってた。戻ったら飲むのを忘れないようにしないと。はあ、でも変に気を使われるよりかはずっといいけどね。とにかくさ、私が言いたいのは、サラが同じ教室にいるのにどうしてシュンはそんなに落ち着き払ってるのかってこと。だってずっと会ってなかったんだよ、同じ島に住んでるのに。成長した幼なじみの姿を見てシュンは何も思わないの？え、それマジ？私初耳だよ。音楽室でどんな子だった？ピアノが弾けるってことは女の子かな？ほうほう、そっか、楽しみにしてよーっと。お帰りなさい。いえ、今帰るところよ。カオルさんに用事があっただけ。でも、もう済んだから。そうそう、この後お仕事があるから戻らないといけないそうで。今度はもっとゆっくりしていてね。ありがとうございます。それじゃあ、また来週に。昨日は時間が取れたんだけど、今日はちょっと難しくて。シュン、つむぎさんを困らせちゃダメよ。ああ、そうね。夜高の星という小説を読んでいたの。最近島でよく夜高を見かけるから。知らない？有名なお話だと思うけど。しゅんくんとか呼んでたっけ昔は。さよなら。頑張りなさい若者。学校のこととかアンドロイドの話や、ほら、お父さんと同じ研究をしてるでしょ。でもね、専門用語が多すぎて何の話かよくわからなかったわ。話している時のつむぎさん、とっても楽しそうだったから、それでもいいかなって。お父さんと話してるみたいでちょっと懐かしかったな。さてと、私は洗い物して洗濯物取り込まないと。シュンは何を手伝ってくれるのかな。随分と簡単そうなことを選んだわね。いいけど。ところでシュン、昨日はつむぎさんと鳥かごで会ってって、いろいろと話したんでしょ。何度も迎えに行ったんだから。家にいないから探したら、よくあそこに二人でいて。小さい頃のシュンはあの場所が大好きだったのよ。覚えてないかもしれないけど。名称だけど、とりあえず行きましょう。
そうだけど。勝手じゃないわ。許可はもう取ってある。知らね、ついてきて。ついでにこの聞き分けの悪い兄を引っ張って。はい、行きましょう。お兄ちゃん、こんにちは。って、あれ？シュンも出かけていたの？ええ、ま、カオルさんにはもう説明済みなの。白根とも一回会っているし。つむぎさんのことは責めないで。サプライズにしようって言い出したのは私の方だから。今日からまたお世話になります。でしょうか。うん、そんな感じ。今日からここで一緒に暮らすことになったの。アンドロイドの実験なら今までも何度も受けてきたでしょ。これはその実験の一つ。まっとも他の実験とは比べ物にならないくらい予算がつぎ込まれた特別な実験なんだけどね。一緒に生活してくれるだけでいいの。はい。シュンが悩んでいることもわかるわ。でも家事や身の回りのサポートをしてくれるアンドロイドが来てくれたと考えればそう悪い話でもないと思うの。あら、シュンから率先してお手伝いをしてくれたことってあったかしら。説得力ゼロじゃない。つむぎさんの研究はもともとはお父さんがしていた研究だと聞いているわ。だから協力してあげたいって思ったの。慣れるのに時間は必要かもしれないけどね。シュンは白根ちゃんのことを妹以上に大切にしてたから。でも私にとってはこれは夢だったの。そう、夢。白根ちゃんと一緒に暮らすこともだけど、白根ちゃんにこの世界を見てほしいって思っていたから。だから半分は私のわがまま。白根ちゃんが見れなかった分をこの子が見て知ってくれたら私の夢は叶うの。それから自分を少しは許せるようになるのかなって。シュンに相談しなかったことは申し訳ないんだけどね。ええ、そう決めたから。ありがとう、シュン。よかったです。シュンの部屋、雰囲気は全然変わってないのね。そこまでは思ってないわ。懐かしいってこと。あの、私とお兄ちゃんの二段ベッドはどこですか？ここにあったと思うんですけど。そうでしたか。前までここに住んでいたんです。だから白根は白根の記憶データを持ってるの。体だけ模倣しても思考が異なればそれは違うものでしょ。いわば一卵性ソーセージに似た状態だから。記憶を移植しそれに基づいた思考をプログラミングして試作機で白根に組み込んだということ。シュンだって RRC で検査を受けていると思うんだけど。そうなんだけど、あなたと白根だけは違う。定期的に記憶データを取り出していた。それがあなたのお父さんの研究に必要不可欠だったからね。少し話してもいい？これまでのロボット開発は人間を補助する機械という視点から進んでいた。例えばお掃除ロボットは効率よく掃除を行うために開発された。だからわざわざ二足歩行である必要もないし、掃除を実行できる存在であればよかった。そうね、お年寄りに恐怖感、圧迫感を与えないようなフォルムではあるけど、安全性と信頼性は第一義に設計されている。でもトリノは違う。彼女は人間を模倣するという視点で開発を行った。だから人間そっくりに作る必要があったし、人間特有の不完全さもあえて再現するようプログラムされている。安心して、
不完全といっても学習でそこは補う余地を設けてある。つまり今後与えられる学習内容によってはトリノは当初から大きく変化した思考を行う可能性もあるってことかな。だからね、シュン、あなたにはトリノに対してシロネと同じように接してほしい。そうすれば本当にアンドロイドが世界を変えられる存在なのか確かめることができる。あなたは私に選ばれた存在なの。あなたでなければトリノ、いいえ、シロネは任せられない。シロネはあなたに幸福をもたらす存在、そのために作ったと言っても過言ではないのだから。もう一度あの日々を始めるため、私の研究のすべては彼女を生み出すためにあった。私とシュンの願いを叶える唯一無二の存在、それがシロネ。昔あなたはこう言っていた。なんでシロネは死んだんだって。できることならもう一度シロネに会いたいって。でも死んだ人は二度と蘇らない。だから私はシロネを作った。あなたにプレゼントしたの。そうすればシュンの願いは